いや、寒いですね。なんか大阪でビル火災があったらしいですね。なんか放火みたいで、20名ぐらいの方が、その雑居ビルで亡くなったみたいなんですよ。うん、なんかその、京アニ事件っていうのがありましたよね。京都アニメーションなんとか事件。あの、あそこもアニメを制作してる会社が、あの、ガソリンの放火にあってですね、まあ、一瞬で多くの方が、三十数名以上の方が亡くなったというね、悲惨な事件だったんですけども、犯人だけは生き延びていて、 今なんか裁判を待つみたいな感じだったかななと思うんですよなんかすごい,いたたまれないですよねこの生命に関わることってのは、うん、まあ何て言うのかな生き延びることっていうのはいろんな形を意味があると思いますけども、まあ、その一つにはお金がないから自由に生きられないそして鬱屈がたまって人に攻撃の矢が向いてしまうっていうことがあるのかなと思うんですけども。 でもみんなが豊かだったら果たして攻撃し合ううかなと思うんですよね。で、この格差社会って言われて久しいんですけども日本は果たして格差社会ななのかなと思うんですよね。どちらかというと格差が全く生じなくなっちゃった国が日本なのかなと思うんですよ。ここ30年ぐらい新しいリノベーションが起きてなくって例えば GAFA みたいなね圧倒的な企業がなくって格差が生まれてないんじゃないかなと。 みんなで、うん、1億人同時にちょっとね貧困に陥りそうになっている落ち目の時なんじゃないかなと思うんですよ。じゃあどことどこの格差があるかっていうと、うん、まあそれは何の格差なんでしょうね。一体誰と誰の差を用いて格差って言ってるのかなと思うんですよね。ただ情報の格差ってかなりあって昨日ね国会で面白い答弁があったんですよ。自民党のの若い女性の議員が NHK 問題をねこう言ってる中で最後にね皆さんもテレビが言ってるからって信じない方がいいですよとちゃんと自分でネットなど検索して比較検討するリテラシーが求められてるんじゃないですかっていうふうに言い放ったんですよねもっとこういうことを言う人がね国会に出てきて本当にありがたいことだと思いますなぜかリノベーションが起きるのは民間であり行政ごとってのは動きが遅いんですよね いまだにファックスや手書きを使って朝礼をしたりとかしてるみたいなねでも生産性の高い会社ってのはもうすでに誰ににも会わわずにビジネスをを成立させてて利益を出してるわけですよねそういうふうに生産性の高いところから税という形で強制的に取り上げることによって優秀な人を貧困に陥れ優秀でない人が権利を得ることによってなんかね 助成金もらったりとかしてる石原信之みたいなのもいるわけですから、立ちがあですね。まあ、今回のテーマは石原軍団に突きましょうか。あの輝かしい石原軍団、ね、大都会とかね、大門軍団とかね、西部警察とか、まあそういったいわゆる男のストーリーをね、ど真ん中で演じてくださった石原軍団。そのつらいごしに石原信之ってやつがいるんですよね。彼は選挙で落ちたばかりかね、今回衆議院選どうしたばかりか、比例でも うん、全然復活せずにでお情けで内閣参与ってものね地位を与えられたんですけども1週間で辞任してしかもなんかね60万か10万だか助成金を必死でもらっていたというねえちょっとかっこ悪いですねうんおとなしくいてくれと石原信照石原軍団の恥さらし石原信照ということで今日は一日スタートです行ってきます